12レース、2乗戦1着になりました高橋選手です、はい、1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は松木選手に任せるレースになりましたけども、はい、作戦などはどういうふうに考えられたでしょうか。松木が全部突っ張るっていう作戦だったんで、まあ、それ通りので理想の並びになったんで、それは良かったです。しっかりと突っ張ってそのまま先行した形になりましたけども、はい、ご自身道中はどうだったでしょうか。まあちょっと自分の中で状態が心配だったっていうのもあって、まあ、その辺は頭に入れて、まあ、それで1着は取れたので良かったです。最後の直線はしっかりと踏み込んでちょっと気合いの入った踏んだ感じ。そうですね、はい。なんでまあそれがあったんでちょっとまあ地元だっていうのもあるし、はい、良かったと思います。2走してみてご自身の状態はどうですか。まあ日に日に良くなっているっていう形ではあると思うので、しっかり明日も決勝上がれる頑張れたらいいなと思います。地元記念ということでインタビューもたくさんの声援がありましたけども、はい、走っている時は含めてどうだったでしょうか。まあそうですね、地元はやっぱ気合の入るレースなので、それもあってしっかり勝ち上がれて良かったです。で明日の準決勝なんですが、先ほどメンバー見られたと思いますけども、はい、新田選手もいる中で吉田さんと相川さんがいる形になりましたけども、はいはい、どういうふうに叩かれますでしょうか。ちょっとまあ僕の中で他地区の人にはまだついてないっていうのがあったんで、自分でやりたいなと思います。しっかりとご自身の力を出して3人で決めると、はい、そうですね、っていうふうに頑張りたいと思います。わかりました、はい、では、準決勝それを見て最後に意気込みをお願いします。しっかりみんなで決勝上がれるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。